ポップでカジュアルな装いの中にもそこはかとなく感じる気品。420年の歴史を持つ窯元が挑戦する新たな器の物語が今始まります。全く同じものを模倣しているだけでは伝統っていうのは伝わっていかない。何か新しいことに挑戦したいなと思った時にですね、自分がやっててすごく楽しいもの何かなと思って、佐世保市で420年続く蛾牛窯、その伝統の技法を生かしつつ15代目は新しいジャンルの器に挑戦。それは趣味のアウトドアで使うあえて陶器で作ったカップでした。壊れ物で作るリスクっていうのが非常に大きいんですけども、抜群の口当たりっていうところが自分としてはすごく自信があったっていうことですね。あとはその握り心地というところでちょっと新しくハンドルを自分で開発してみまして、長時間使ってても握り心地がいいもんですから、これはいけるなっていうんでですね、まあ、最初はこの大きいサイズを作ってたんですけども、今は小さなサイズとね2種類を作るようになりましたけど、この大きいサイズに至ってはラーメン食べるのに使ったり、ハイボール飲んだりビール飲んだり、非常に多用途に使えるんで毎日使ってます。フルオーダーで色、形、柄などが選べる世界に一つだけのカップは話題を呼び、全国各地から注文が相次いでいます。まあ、今本当に自分のライフスタイルの中の欠かせないものになったキャンプということなんですけども、草カップ以外にはそのコーヒーのドリッパーを作ってますんで、付随してまた楽しくなるようなギアっていうのはきっと生まれてくるんじゃないかなというふうに思います。伝統を守るだけでなく時代に合わせた新たな挑戦も大事と語る15代目。その瞳の奥でどんな未来を描いているのでしょうか。そのものづくりに、ね、息子たちが集中していればご飯が食べられるような状況を今僕がどうやって作ろうかなと思ってます。多分今ね結構やっぱり頑張らなきゃいけない状況なので楽しくないと思いますよ。多分陶芸を楽しみながら生業にするっていう構造ができるとまたさらに未来につながっていくんじゃないかなと思うので、Now, where the old feeling goes on